一応あのレックの方であのこれから新教材っていうことで、うんまあ、コアノートと、うん、あとは論文講座の方で、うんあのまあ、答案の方を、まあ、リフレッシュというか、まあ、リニューアルして、うん、であとはまあ確認テストっていう形で、まあ、今回まあ教材がまあ一気に、まあ、全部リニューアルみたいな形になったんですけれども、うんうん、赤木先生あの、うん、どうです どんな感じで今回教材の制作の方に、うん、そうですね、まあ、あの今手元で入門講座で出してる資料はもちろんあるんですけれども、うん、まあそれに何かこうプラス1個できたらいいかなっていう、うんまあ、ちょっと個人的な入門講座のあれになっちゃいますけど、うん、復習用教材で Q&A の Q がないバージョンを今、うん、出してあ Q じゃない A がないや、うん、A がないバージョンですね、これをまだ使ってるんですけど、うん、やっぱりこう復習するときに、まあ、自分で教科書をもう一回見ないといかんとかいう手間があったと思うので、うんまあ、そういうのは QA まとまったというのは一ついいのかなと、うん、まあまあね、あのすごくそういう教材作れたら、まあ、僕も多分受験生で嬉しいかなとかいうので、うんはい、僕が受験生やったらこういうの欲しいというのも意識しながら作りましたね、はい、森先生はいかがですか。いやそうですね、まあ、あの本当に僕だけじゃなくてもお二人も、まあ、参加していただいてすごく、うん、我々でなんか力を込めて作ったなという印象があって、うん、でお互いであのこう、まあ、担当した、まあ、役割とか、まあ、連携したところとかいろいろあったと思うんですけど、うんまあ、僕に関して言うとすごくこの、まあ参考書っていうか、うん、あのこう教材を作るのに本当にたくさんの情報文献っていうのを集めて、うん、これこう選別してみたいな作業をやらせていただいて、それが一番大変そうやな。いやいやいや、お二人の協力も、はい、最初にあれですよね、項目を全部もう一番大きな項目を作ってそこから絞る作業じゃないですか、はい、そうですね。大体例えば民法だったら何項目ぐらいになったんですか。あれいやもう何百千とか言ってたんじゃないですかね。もう本当にあの項目自体はそれをなんかこうでそこからまた作り上げて、うん、お二人とかにこう選別とかしていただいて今の分量になってると思うんですけど、うん、本当にだからこう今は、うんまあ、今年に関しては私早稲田で講義をしながら、うん、でもその間ほぼ毎日のようにこのレックの本社がある中野に来て、うん、もう文献をバーってやってってことをやってたので、うんまあ、結構力入れたのであのぜひ、ね、皆さんに役に立つような教材になってれば嬉しいなとは思いますね、まあ、あのでっかいやつ最初にあったじゃないですか、うん、それをまあ絞る作業で、うん、赤木さんあれでっかいの全部見たときにはい、全部知ってました。まあ細かい要求を聞くなっていう知ってた知らないで言うと多分ね受験生時代もやったかもしれないけどみたいなね、でほんまいるのかこれとか言えるというのからまあ結構選別していくのと逆に足らないよなこれっていうのもね、はい、結構目立ったりとかしてまあその意味ではこうねすり合わせしていくって結構大変でしたよね。ですね、うん、その、うん、まず自分はうん、ちょっともう時代背景なのかわかんないですけど、うんうんうん、もうこれ、うん、自分が受験勉強してる時聞いたことないなみたいなとこから入ってきて、うん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 、でまずそこからまあちょっと本当に必要なのかっていう、うんうん、だからある意味まあ自分とか入門やって、うんうんうんまあ、ちょうど7年とかになるんですけど、うんうんうん、その中でもしかしたら見落としてたものがあったんじゃないかみたいな、うんうんうん、あの本当は重要なのかもしれないなっていうのがもしかしたらあるんじゃないかっていうこう見直せるきっかけがあって、うんうん、あ、それはそうですね、でまあ調べてみたらまあ、うん、いらないかねっていう、うん、ところはあったんですけれど。そうですね、ただ、うん、やっぱりなんかこの教材制作に携わるってなると、うん、やっぱり一回網羅的に見るじゃないですか。そうですよね、うん、そこの部分はなんかすごく、まあ、参考になったなっていうのは自分はありますね、うんうん、そうですね。膨大な量って最終的にどれぐらいまで絞られたんですか。トータルで10分の1ぐらいになってますかね。まあ、科目によって違う。コアノートだけに絞ればそうなんかもしれないですね、うん、多分全体を例えば100として見た時には、うん、その中で実際、まあ、あの私たちの方で、うんまあ、予備試験の論文で必要なものっていうのを、うんまあ、お互い出し合って、まあ、これだっていうふうにまとめていく作業っていうのがあって、でその中で最終的には100ぐらいには絞られているような、まあ、科目にもよるんでしょうけれども、うんうんそうですね、やっぱりまあメリハリもあるので、例えば、うん実際にはその項目としては10分の1の項目に過ぎなくても、その重要度からするとまあ記載内容とか周辺知識とかはやっぱりそこはボリュームをつけなきゃいけないところとかも出てくるので、まあそのあたりは結構大変だったかなっていう気がしますよね。そうですね、まあ、最初のあの量を見たらほんまにですね、予備試験をマラソンに例えて、なんやろ、筋力は当たらんけどメタボで走るマラソンみたいな、そんな感じ。ただこりゃあちょっと絞らなあかんわみたいな、ね、言っていいのか分かんないですけど、従来のなんか従来のっていうか、まあ私たちというか、まあレックだとなんかどちらかというと重要事項をまとめてまあ絞ってやっていくところあるけど、なんかまあ従来の予備校型の勉強とかだと、まあとりあえずこれを全部やってくださいみたいなのってやっぱ多くある
るじゃないですか。だそこに対してはなんかこの教材はちゃんとまあ一つのアンチテーゼというか、まあ一つのなんかそれに対する答えみたいなものっていうのをレックなりに出したものなのかなっていう気はしてはいるんですけど、どうですかね。そうですね、まあそのいわゆる論点とか言われるところだけではない、うん、もう本当に論文に使うよっていうところをまあかなり意識して入れていく、うん、そういう作業だったかな。だからまあ本当は条文の知識とか入れん方がいいのかどうなのかなというのもありましたけど、うん、まあ、やっぱでもいるし、ね、そこのところはまあいわゆる論点型の勉強じゃない勉強をね、みんなにしてもらえたらなっていうので、はい、いいものになったらいいんだけど、でも俺ばっかりは始まってみないと分かんないで、ね、ただ、はい、でも条文の知識を例えば論点だからって載っけないってなっても、うんうん、例えばこれ条文で論文だったら、うんうん、何条って言えなかったらもう話にならないみたいな、ね、たくさんいますよ ね、 ありますよね、本当ね。だからその辺とかはもう、うん、例えば会社法だったら大体何条って言えなければもう話にならないし、新株発行と設立だったらこの条文とこの条文リンクするとか、うんうん、その辺って結局論証集とかだと結局それを覚えなきゃいけないっていうだけの話になっちゃうっていうのは、うんうんうん、やっぱりその意味ではコアノートっていうのは、うんまあ、結構、まあ、自分なりに使うっていう意味ではよくできてますよね。その暗記集みたい、暗記集とは言っても、うんまあ、既存の論証集ってなんか問題提起から、うんうん、その規範から当てはめからってこれくっつければいいじゃないですかっていうのを提示するじゃないですか。であれくっつけた答案って、まあ、個人的には果たして答案として成立してるのかっていう、うん、その結局問題の個別性みたいなのを考えた時に、ね、うん、この量をここに貼り付けて果たしてそれで、うん、かえって逆効果なんじゃないかみたいなのがある。バランス的にね悪くなるのもあるし、絶対4ページで収まらへんぞこれとかねできますしね森先生は論証集みたいなの使われてました、はい、あ受験生時代ですかね、はい、いやまあ使っではいました。一応それを鵜呑みにするかどうか置いておいて、うん、情報として、まあ、あの本当に有名な予備校とかが出しているものを入手して、うん、でそれをやっぱ、うん、そこに載っている情報をちゃんと自分で判例の根拠と照らし合わせて、うん、あここいらねえなとか、うん、あここはこうした方がもっといいなとか、もちろん出題指示採点人間とも照らし合わせた上で、うん、だから鵜呑みにせずにちゃんと中身を解釈咀嚼してから使うようにはしてましたね、うんうん。やっぱりあれですよね、今回のコアノートって、まあ、先生方の方でだから既存のまあ論証集みたいなものがもしあるとしたら、それを完全にもうそぎ落としたりとか、うんうん、そこに、まあ、ある意味、ね、書き込みとかを講義とかでもし論証集で講義したらこれは書き込んで周辺知識入れましょうみたいなものがまとまってるっていう意味では講義の追体験にはなるのかもしれないですよね。そうですね、だからアウトプットに使えるようなその思考方法のところまで入れてるのでね、うんうん、そういった意味では本当にこうフルで論文の何だろうエッセンスになるようなところは、うんまあ、どっかには入っているというか、はいうんね、そういうものになっているかなと思いますね。あとこれコアテストとか、うん、あの予備資源の過去問 の、うん、あの答案とかと一応リンクさせるように作ってたんですよね、うんうんうん、だからあの一応教材としての価値プラスアルファその講義の中で、うんうん、そのこれをちゃんとやれば、うんうん、次講義内でこういう確認とかコアテストしますからねみたいなことですごくなんかこう受験生にとっては一貫して、うんうん、あの使いやすいあのテストと本当に連動するんでそういった意味でもなんかこう受験者にとっては扱いやすい教材なんじゃないかなと思いますよね。そうですね、うん、最終的にその答案例として皆さんが作るものがどうなるかっていうのはおそらくは学習進んで決まってくると思う。最初の一歩なんでしょうね。そうですね。そのなんか、うん、なんかそのレックとかだとインプットとアウトプットがまあ一貫で同じ先生がやるっていうのに、うん、まあ教材もなんかそれに合った感じにはなってますよね。うん、そうですね。なんか、うん、一般的な受験生とかだとまず、うん、その答案例見た時に、うん、まあちょっとびっくりしますよね。違和感感じるんですよね。うん、まあどうしても。まあ、今回リニューアルしましたけれども、まあ、今までのその、まあ、レックのやつを見てもやっぱり答案自体見た時にインプットで教わった考え方とちょっと違うっていうのをどうしてもその講義がする側からするとそこをフォローしなきゃいけないっていうのがもあの講義の中であるじゃないですか。一かませそこがすごくなんか受験生にとってはじゃあなんで講義で直すのとかあとはこれでもどっちが間違ってる話じゃないんですよね。その結局複数の考え方があってそのどっちの考え方も一つ筋は通ってるけれどもインで教わったこととアウトでその教わってることと書かれてる答案っていうので連携しといた方が絶対いいですよね。で受験生、まあのやっぱり現場今回あの作ってる時はやっぱり受験生の方の現場みたいなのって結構意見を聞くことが多くて、やっぱりその、もう手におは一つでもやっぱり気になっちゃうんですよね。その覚えましょうって言われてる教材の中で書かれてることが例えばちょっとした言い回しが違ったところがこっちではこうなってますっていうのを
で、だから手入れは気にしなくていいじゃんって言いたいところもあるんだけど、ただ一方で結構鋭いこともあるんですよね、そこが。あそこは確かになみたいな、そこがだからまあ一致しててっていうのがあるのは一つで、もしそこから例えば勉強が進んでいく中でそぎ落とすべきところとか、その、もう問題文で問われているものっていうものによってある程度論述を収縮させたりとかっていうのがあったとしても、まず書き方を学んでもらうっていう意味ではその一貫性があるっていうのは大きいのかなっていう気はしますけどね。そうですね、まあ、入門講座の中では、まあ、多分まあコアノートに書いてるやつでももう少し絞るよみたいなこと言っちゃうかもしれないですけどね、正直私も言います、おそらく、まあ、もう僕自身もそうだったんですけど、こう覚えるっていうのがすごい苦手な方だったんで、もう短いキーワードで覚えて、あともう作れたらええやみたいなね、まあ、そういうのはあるので、まあ、いわゆる一般の論証集的なあの長さっていうのは絶対自分やったら覚えられへんというのもあるし、まあ、これもね、あとどう使うか我々の仕事になるんかなって気がしますよね。だからある意味ものとしてしっかりと、ちょっとはある意味、かっちりしたものがあって、それをどうやって現場で使うかっていうのが、まあ、これからの講義での役割になってくるから、だからある意味この教材だけポンと受験生がもらって確かに使いやすいのかもしれないけど、そこをどう現実的な答案にするのかっていうのがちょっとまあ見せ場なのかなっていう、ね、その意味ではちょっと楽しみでありますね。その今までだと、まあちょっと言葉選ばずに言うと、この答案でここはもう差し替えですみたいな、まあそういうで、これはレックに限らず結構ありますよね、このどこでもある話で。で、あとはな、これはなんか形式的な面ですけど、マーク引かれてるのは大きいかなと思ってまして、その答案例が全部マーク引いてあるっていう。で、自分講義の中ではあまりマーク引いてとは言わないんですけれども、まあ受験生的にはやっぱり重要だって答案例は、まあビシッとマークを引いている答案があって。で、まあそこの部分とかも多分引くんだけれども、その例えば一貫性がなかったりとか、赤木先生なんか、なんか答案例にマーク引いたりとか指示します？全然答案にマークは基本しないですね。なんか答案ってそんな毎回毎回同じものできるものとは思ってないので条文と事実と使って、で、まあ、規範も最低限もここを抑えて、はい、であとね、手におはとかも当然変わってくるし、順番もまあもしかしたら変わってくるかもしれないので、はい、そういう意味ではまあ何でしょう、どういったらいいのかなマーカー引くという作業ももちろんしないし、まあ、基本的には参考とはもう、まあ、あくまでも参考ですというね、考え続けるしか、まあ、今まで言ってなかったんで、まあ、そういう意味ではここから使い方変わってくるかもしれないなとは思ってますね。森先生はどうですか？なんか論文の講義するときとかは、なんか答案例どうやって使われてます？答案例は、まあ、僕は今、入門講座で僕は基本的に自分がもう答案作っちゃって、それを教えているスタイルなので、まあ、あくまで現状はですけども、まあ、その時はまあいちいちマークはしないですね。もう本当にさっき説明したことの、確認作業みたいな形だと、この事実がこう対応してるよっていう、どっちかというと答案にマークするというよりは結構問題文に、まあ、マークすることがあるかもしれないですね。ここは重要な事実だとか、ここはなんか有罪方向、こっちは無罪方向とか、まあ、刑事とかだったらなんかそういう事実にいろんなこうバリエーションをつけてというのはありますけど、まあ、もちろんそれが答案になった時は同じスタイルでマークつけようと思ったらつけれるかなと思うんですけど、ね、受講生の人でもマークしてるんですよ、あれ。そうですよね、なんか見てると、で、これは何を根拠にマークをしてるんだろうみたいなのが結構あってだからその意味ではその、マークをあるものを一応提示してマークをつけるのであったら、まあ、こういうものだっていうのを、まあ、あるのは大きいですよね。参考になりますね。そう、自分も、これまで合格答案作成講座とかで、その論文やるんですけど、あくまでも参考答案って参考で、まあ、思考過程を学んでもらって、あとはまあ参考答案を目にしながら自分なりにやっていくっていう、でそこの部分の自分なりにその参考答案の部分を、まあ、分析するっていうものがもうある程度ものとしてあるのは大きいかもしれないですよね。結局、まあ、線引いたところとかっていう今回 の、 その回答例も結局条文と規範と事実と評価っていうところがきれいに分かれてる意味では、そこをどういうふうに、なんていうんですかね、現場でやるかは別として、そこを漏らさないっていう意思は、なんか意識っていうのはつけやすいのかもしれないですよね。そうですね、意識つけもしやすいですね、そういうのはね。